MG のこれなんだろうな、ミゼットか、ミゼットでもないか、 MG だな、 MG の結構前のやつか、これはちょっと何か出てこんな、ホイールも高かったら MG、 ちょっと渡辺のホイールみたいなの入ってるね、タイヤサイズ1.55/13オーブンカーでコンバージブル、すごいな、当時物の内装なんかもいろん な, なんかスイッチが追加されてる感じね、左ハンドルステアリング MG のロゴね、これなかったら何の車かわからんっていうね、 MG のイギリスの名車、鈴鹿組ね、鈴鹿組、スピードメーター200キロまで、すごいな、屋根のない状態で200キロね、爽快だね、 MG 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 なんだろうな、まあ、結構年代物の MG だな、めちゃめちゃ長時間ある車だな、ね、MG。なんて呼ぶんだろう、もうジネ、もうなんて呼ぶんだろう、これちょっとこの車ちょっと出てこんな名前が、これなんだろう、ちょっとイギリス車っぽいけど、多分なんかのイギリス車だ、これたまに出てこんな、すごい綺麗だね、白でも真っ白だもんな、タギアドバン、アドバンのネオバン、右ハンドル、これモモのレーシング用のなんかホイール、すごいねイギリスね、イギリスのこれなんてのトイトラ系に言うならええけどな、スタンド休みやろうな、やるよお前、ここで住んだけ住んだけ、イギリスの車でした。